見せてやる。俺が3日ぐらい頑張って厳選してようやく生まれてくれた色違い巨大キングラーだ。ゲームボーイカラーになるのがいい感じ。はい、皆様こんばんは、マグです。本日もポケモンの対戦をやっていこうと思います。本日は INC 3月部門の方をやっていこうと思います。先月も公式大会2月部門動画で出させていただきましたが、今回も動画で投稿させていただきます。はい、というわけでパーティーですね。キングラー使っていきます。巨大キングラーですね。キングラーの巨大宝物で相手の素早さを下げたり、エルフンの追い風で素早さを上げたりとかして、最速シロバトレックスやスカーフ海洋画で一掃できたらなっていうパーティーです。果たしてガチな大会に通用するのか。というわけでやっていきましょう。はい、お願いします。ダシアンとクロバトのパーティーですね。まあ海洋画の通りが悪くないんだけど、追い風されるとなーって感じ。お相手もバリバリの追い風構築ですね。まあカニエッサンで行ってみるか。でエルフン海洋画で詰めって感じでいいんじゃないか。はい、お願いします。さて初手はなんだ。クロバトと、なるほど、トルネロスでいきなり追い風してくるな。これ問題は大魔切ってくるかどうかだね。どうするだろうね。てかこれさ、カニで大魔切るのいまいちかもな。巨大マックスでお相手の素早さ2ランク下げれるんだけど、追い風でプラマイゼロになるんだよ。そうなるとどうかなっていう。ここさ、もしもお相手が大魔切ってこなかったら2回アストラルピット打たれて負けるんだけど、まあでもやるか。巨大宝物行きましょうか。あのキングラーってワイドガードを覚えるの多分有名、いやそこまで有名じゃないかもしれないけど、有名だと思って、お相手大魔切ってくると思うんだよな。いやでもイエスさんがいて大魔切りにくいってのもあるか。まあいいや、とりあえず巨大宝物で追い風トントンにすることが大事。いやそれだったらダイヤークで決めに行った方が良かったかもしれないな。おっと、お相手大魔切ってるな。さあこれはいいんじゃないの。クロバトで大魔切ってるけど、このターンは殴られない。じゃあこちらも答えるか。お相手のダイマックスに見せてやる。俺が3日ぐらい頑張って厳選してようやく生まれてくれた色違い巨大キングラーだ。ゲームボーイカラーになるのがいい感じで、この指止まれして、でもお相手としては1か8かだよね。ここアストラルピット打ってもワイドガードをされてしまう。雨乞い、おう、雨乞い、ここで雨乞いを打つ意味は何なんだ。こっちの強化になっちゃうけど、それいいのか。大草原か、なるほど。間を取ってきたな。大フォローを打っちゃうとこの指止まれで無効にされる。アストラルピットを打つとワイドガードで無効にされる。だから中間卓で単体の大草原ってことか。ただイエスさんは特防高い。そして雨降らしてくれたおかげで巨大宝物が火力上がったぞ。倒しきれなかったけどね。まあいいや、お相手も大魔切っちゃったから全体発動できないから、このままこの指止まれしながら倒していくか。ちょっと相手のパーティー見てみようか。そっから雨を降らしてから利点があるポケモンっていうのはギャラドスと、ちょっとあれだ、クロバトレックスの頭がでかすぎて2番目のポケモン見えねえな。まあ、ギャラドスかミズウーラオスかって感じだと。あ、岩パレスだったよな、確かあそこ。だから恩恵れるのは多分ミズウーラオスぐらいなのかなって思うけどね。まあいいや、このままこの指止まれしながら倒していきますか。クロバロ倒せるのは結構でかい。まあ、今から追い風してもトントンになるんでね。この指止まれ。このターンはイエスさんしか狙われない。巨大宝物、おっと、お相手追い風なしってことはノーダメージでいけるな。これトルネロス、ここで撃てるとしても暴風ぐらいでしょ。暴風必中にするためにわざわざ雨降らしたのかな。なんか意図があっても多分雨声だと思うんだけど、雨パってわけじゃないからな。暴風、これもイエスさん硬いんでね。で次のポケモンに対して巨大宝物が残ってるのはかなりでかいな。これはキングラー無双でいっちゃうよ。キングラーってシングルだとそこまで強くないけど、ダブルバトルだとほんと強いな。ワイドガードサイドチェンジを覚えながら
自分も殴れるってとこは魅力的ですよね。じゃあ巨大宝物撃っていきますか。ダシアン代わりで、この指止まれして、まあ、このターンイエスさん多分やられちゃうけど、さあこの指止まれして多分ダシアンにやられちゃうかな。お相手守るなしか。玄米そんなことして余裕ないぞ。おいおいおい、そっちが降らす雨だからな。とくと味わえ巨大宝物。あ、倒しきれない。まあ、今回キングラーあれなんだよな、パワーアップアイテム持ってないから、持ってたらやれたんだけど。で結構耐久振ってるなこのザシアン。ってことは耐久振ってるザシアンだってことが分かったね。さすがに雨降ってる巨大宝物を耐久振ってなかったら耐えないはずだから、まあ、耐久振ってるからこその剣舞なんだろうな。まあでも巨大宝物で素早さ下げた時点で、こっから追い風したところでもうこっちも早いから、こっちのパーティーはこうやって巨大宝物で相手の素早さ下げたり、追い風で素早さ上げたりみたいなパーティーなんで、それがうまいこと刺さってると。追いつけまい、こっちの早すぎるカニに。トルネロス取ってくるか。さあ出てきたのはギャラドス。でもねこれ怪力バサミで効かないんですよ威嚇は。そこもキングラーのいいところ、クリアボディの介護感とか言われてるけど、しっかりこの威嚇環境では効いていく。さあクラブハンマーザシアンを飛ばせ最強の伝説ポケモンがハニさんにやられちゃった。まあ、これはもうお相手ダイマーないので勝ちかな。クラブハンマーでトルネロス殴って、でエナボでギャラドス削って、だから裏海洋画だからね、もう勝ちかな。エナジーボール、まあまあぶっ飛ばさかった。オッケー、クラブハンマー、あー倒しきれないな。なんかこれだとちょっとキングラーが軽くないみたいじゃん。そんなことないからね、普通に軽くあるからね。むしろ火力アップアイテムなしで結構与えてると思うんだけど。あ、リュウマイか。なるほど。まあでもこっち追い風してるからね。こっから向こうが追い風してくるとかだったらわからないけど。いや、まだ割と勝負気してるな。たとえトルネロスがこっから追い風してきても、うちの海王がこだわりスカーフで素早さが 1.5 倍になってるんで、絶対に抜かされない。追い風まだ終わらないもんな。さあ、いい感じにしかも雨再展開できたな。こっちは追い風あと2ターンあるし、もうお相手追い風しても間に合わないよっていう。お相手ここで追い風。でもこだわりスカーフでこっち 1.5 倍。リュウマイしたギャラドスよりも早い。しかもさっきのエナジーボールで地味にとても下がってるから。おーっと、それでも耐える。なんかこっちのポケモンが軽くないみたいだな。なんかお相手結構耐久振ってんのかな。素で耐えてんのかこれ。こんな耐えます？まだ念のためにキングラーで殴ってあるから大丈夫。はい。ああ、また耐えられた。なんかな、試合展開はなんか美味しいというか、狙った通りなんだけど、なんか、火力はいまいちみたいな感じになっちゃうな。いや、いいんですよ。キングラーは強いポケモンですよ。皆さん、火力ないなって思わないでね。はい、対戦ありがとうございました。まあでも、やりたかったね。素早さ操作をしながら戦うっていう立ち回りができたかな。はい、お願いします。いやー、そうね、ゴリランダーがちょっと嫌だなって感じ。ゴリランダーがいなかったら割と海洋が進めれそうなんだけど、イエスさん生かす動きした方がいいのかな。とりあえずキングライエスさんから行って、でですよ、ザシアンがいるから海洋がから行きたいけどな。これあれだな、お相手追い風してこないから別にエルフンじゃなくてもいいんだよな。あれだな、ゴリラも狩れるようにバドレックスと海洋がで行くか。はい、お願いします。ゴリランダーとレジエレキ、さーてイエスさんとの素早さはどうかな。色違いだから素早さの調整ができてないんだけど、 OK、 相手素早さ振ってるな。ゴリランダーとイエスさんは同速だから、本当はイエスさん個体値ちょっと下げた方がいいらしいんだけど、
色違い使ってる都合上そんな調整はできてない。普通に問題だよな、そこが。さてさて、これね、レチェリキにダイマ切られるとキングが死ぬんですよね。なんで、どうしようかな。ダイマ切らなくてもいいような気もするけど、相手グラスラここ打ちにくいだろうし、純粋にクラブハンマーで押していくか。なんかエレキネットされるとさ、結局キングラン素早く下がって巨大宝物あんま意味なかったです。なりそうではあるよな。まあ、でもレジエレキこれやっとくとでかいんだよね。いや、ダイマ切るか。確実に仕留めれるように。変に耐久振られてるとキングラーの耐えられる可能性あるし。でこのエビ止まれ。まあ、エレキネットは甘んじて受けよう。怪力バサミがクリアボディの介護官って言われてる理由はここにあるよな。攻撃下げる系は怪力バサミ全部いなせるんだけど、エレキネットは無理だからね。相手交代なしか。このエビ止まれしといてよかったな。ゴリラも殴ってくる気だこれ。光の壁、しかもこれリフレクターからじゃないんだ。キングラーがあれかな、マイナーすぎるのかな。特殊技ってくると思われてるのかな。それとも普通にワイドフォースの方を警戒してる。巨大砲罰、内緒ゴリラ居座るんだな。ゴリラ削れば太陽がで完全に勝ちになると思うけどね。こいつが光の粘土だったらちょっとだるいけど、一撃で死ぬってことはタスキじゃないし。海洋が出てきたな。ダイマ切ってくるんだろうか。そうだね。これはどっちをやるべきかってとこなんですけど、まあでも本当にゴリラ削れば割と勝ちなんだよな。無理やりでもゴリラ行くか。そうね、これはさ、なんか相手の数を減らしに行くっていうよりかは、相手を削って海洋ガと白バドの圏内にしてしまうっていうのは多分大事だな。海洋ガダイバー、まあ、これはイエスさんに受けてもらって。あれ、海洋ガがダイマしてくると思ったらこっちがダイマしてきた。ってことはこれ潮吹き選んでるな。潮吹きは痛いんですけどね。雷、あ、オッケー。ただゴリラの攻撃耐えないかもな。イエスさんオッケー。ここイエスさん生きるのでかいぞ。麻痺しちゃったけど、ってことはゴリラの攻撃もイエスさんに行くから、相手この勝負はゴリラを生かした方がいいってことに気づいてないな。ゴリラを制する者が勝つ試合なんだけど、ゴリラを雑に使っちゃってるね。こちらとしてはかなりありがたい巨大コランダー。これでイエスさんはやられてしまうが、まああれだな、多分ダシアンが控えてるだろうから、ここはバトレックスへ行こうか。素早さ下げたしさ、バトレックスも全然立ち回れるし、ここはブリザードランスと巨大宝物のコンボできますか。ダブル王様コンビでね。問題はブリザードランスで仕留めきれんのかいって話だな。それがちょっと怖いんだよな。仕留めきれるよな。バドレックスが陽気なせいでからちょっと怖いんだけど、さすがに仕留めてくれるよね。でも仕留めなかったらやばいんだよな。よく削りたいけど、いやちょっとこれ念のため、念のためこうしよう。巨大宝物、いやこれね、王様を信じられなかった、王様を信じれない俺が弱いってのもあるんだけど、要金したせいでからちょっとビビってしまってるとこあるね。 OK、 まあ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 、海洋があと削れば勝ちだから。ただここで助け潰れるとダシアに殴られちゃうのかな。雷、おっと、白バトを脅威に感じてないのか。このカニの化け物が怖くなったか。いや俺も実際怖いと思う。こいつはリアルにこんなのが海にいたら失神すると思うわ。その気持ちはわからんでもない。じゃあこれは確実に勝ちですね。こっちの白バトは贅沢に気合の助けなので、ザシアンの攻撃は一発さえてくれるし、あれか、海洋がそもそもスカーフかなんかでからもう固定されちゃってるのかもしれないね。
バドレックスはカイオーガ殴るか。で、単体使用機でザシアン倒せばいいか。そうだな。カイオーガを削ろう。巨獣山、守るはなし。はい。耐久が高い白バトレックスなんだけど、贅沢に気合のタスキ。まあ、今回、陽気最速なんでね、結構ワンパンされること多いんだよな。おいおいおい。カニさんよ、ここは当ててほしいとこだったけどな。左の王様はちょっと、ダイマーが切れてから息切れしてるかもしれない。まあ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 、海王が倒すのならもう、オッケー。じゃれつく、おっと、カニの方。そんなにカニが怖いか。結構カニを脅威感じてくれてるのは嬉しいけどね。わざわざ色厳選したから。ただ、こっちの王様も強いよと。はい。王様コンビが、ええ感じに仕留めました。いやーよかった。お相手がちょっとゴリラを温存しとく動きしとくと、厳しくなったかもしれなかったけど。ありがとうございました。はい、というわけで、15戦ぐらいやったんですけど、とりあえず、レート1600は乗せれたんで、まあ今回も勝ち越すことはできてるんじゃないかなと。ただちょっと申し訳ないんですが、このタイミングでから体調をめちゃめちゃ崩してまして、初日と翌日潜れなくて、3日目に潜ってるんですよね、これ。体調の都合上、これ以上やってももう無理かなってとこあるんで、ちょっと結構ミスが多いんですよ。自分でやってると思うんだけど、ぼーっとしててちょっとミスが多いんで、ちょっとこれ以上はもう無理かなと思うんで、今回もちょっと1600乗ったあたりで撤退ということで、来月こそは体調を万全にしてもっと上を目指したらなと思います。本当なんか、申し訳ないです。この結果は。もうちょっと、前回の動画でももっと上いけたらなとは言ってたんですけど、体調管理が全くできてなくて、悲惨な結果になってしまいましたが、まあ一応そんな中でも、色違い厳選した巨大キングラー使いながら、結構戦績は悪くないので、一応勝ち越せてはいるということなんで、通用するパーティーは作れたかなと思いますんでね。はい。個人的には嬉しいですが、上位の方はほんと1800とか1700ぐらい行くんだよね。だから、もっと、もう100上げれるぐらい、来月こそは頑張っていきたいですね。また、練習、配信でしていきますんで、ぜひ遊びに来てください。ほんとダブル初心者でポンコツだったんですが、コメントでいろんな知識を教えてもらいながら、どうにか初のマスターランクもダブルバトルの方行ったんで、どんどん精進していけたらなと思います。はい。というわけで、この辺りで今月の大会終わろうかな。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価いただけると励みになります。お疲れ様です。次はどんなパーティー使おうかな。